ちょっとここまで来たらクリアしたいぞ、私としては。ねえ、18までだったらさ、まあまああとちょっとまではいかんけど、ステージ18までですからね。そう考えると、まあ、あとちょっとほどちょっとじゃないけど危ない、やばい、この赤いやつめっちゃ嫌い、はぁ、あ、嫌だわ、ちょっと死んじゃったじゃない、めっちゃ死んだじゃない、やばいって。この量はさすがにもう親指が言うこと聞かないんだってさ、もうね本当に親指の限界を迎えますよ私は、本当にこれはボスだな、もう骨じゃん最初から、よいしょよいしょ、これはいけそう、そんなに強くなさそう、このボスは。てかボスそんな難しくないのにさ、道中やったやった、ボーナスステージだ、はあ、ちょっと親指を休めます、めっちゃ痛い親指めっちゃ親指痛いいやー、18までいけっかな、もうちょっと親指どころかコントローラーを持ってる人差し指も痛いっていうか、これ分かんないだろうな、人差し指とのさ、このなんていうの、手の甲の方の骨が痛いんだよなさあステージ13、確かに1個ずつのねステージがそんなになんかすごい長いとかそういうんじゃないからあれなんですけど、それにしてもじゃない、あーもう一気ぐらい残しときたかったかも、ちょっとあるよね、ちょっと不安だよね、うーん、うわなんか分からんけどめっちゃ来てる、なんか赤いやつ、あの赤いやつがめちゃめちゃ嫌なんだよ私、こいつめっちゃいるじゃん赤いやつ、斜め攻撃してくんのよこの人、ちょっとボス戦してるけど今深夜の3時なの、あやったステージ14だ、ステージ14ですよ。こうやって壁ってか天井がね、もう落ちてきちゃって。でも、さすがの私もって言い方あれですけど、ちょっとここまで来たらクリアをしたい。よね。いやいや、さすがにクリアしたいけどさ、もうやばい、あと一体もない。いや結構さ、死んでるっちゃ死んでるんだよね、それがなやっていけるかなあとちょっとっていう不安だわ、もうどっちかっていうとやばいかもな、ボスはそんなにもうやばいとかも思ってないけど、当たってないかな、当たったな、よしやった、はあ、いや15まで来たけどさ、その今ね残機がないわけですよ、それがちょっときつそう、いやーせめて1体ぐらいな残機持ってれば、なんか赤いやついたな今、すげえ私の嫌いなやつ、抜けた、めっちゃ黙っちゃった、めちゃくちゃ真剣にやっちゃった、すっごい真剣に、すっごい真剣に、本当に無言で赤いロボットみたいなやつから逃げるっていうね、あいつが一番難しいよな、なんか本当にスポンボスはどうせそんなことないんでしょ、あの攻撃ワンパターンやろうでしょ、生きがってる、私が生きがってる、やったーイエーイ、ステージ16、頼むお願い、私に PC エンジンスペースハリアをクリアさせてー
とな、青いのはいいとしてさ、赤いやつがマジでめんどくさいのよね。いいよ、黒い、こいつ当たる、あ、トロロロロロロ、じゃ待って、危ない危ない、何が危ないって、棒が危ないのよ、棒が、このなんかランダムに置かれてる棒が危ないのよ。やばい、もう怖い、あと一体、あと一体、お前だけか、やった、よいしょ、ちょっとボスなのかもわからんけど、よいしょ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 、下上下上下 上, 下上、やった、はぁ、あ、やった17まで来ましたよ。もうこうなったらもう意地でもクリアしたいよ、ここまで来たらさすがの私も。17ってもうもう少しじゃない、もうよく当たんなかったな、ちょっとニアミスだったよね、もう軽く当たってたよね、ちょっとね、はぁ、あ、棒には当たんないでね、お願いだから、はぁ、あ、やばい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 、はぁ、あ、棒に当たらないでね、怖い、やばい、怖すぎる、わかんない、もう親指がずれてる、あ、またあいつか、あれどっかいたな、赤いやつ、あ、ボスっぽい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 。なんだ、あの真ん中のやつ。何、あの真ん中に、人？人？人？人ですか？ちょっと、不思議な世界に入り込んじゃったんですけど。え？なんかたまにしか当たってないし、私の攻撃。あれ、人かね？人が現れました。赤くなってる人が、あ、勝ったっぽい。勝ったっぽいけど、何だったんだ、今の。あ、ラストです！もうね、ステージ18とかテンション上がるわ。よし、もう一回倒してますからこいつら。さっきの捕らえられた人間みたいなのの謎は何なんだ、めっちゃ怖かったんだけど、世界観がなんか真ん中に捕らえられた人間みたいなのいたよね。よいしょ、よっしゃ、やれ、あーちょっとだな、次の一発でいけるでしょ。マジであの捕らえられた人間何だったんだろうな、宇宙人？あれ硬いな、意外といけたと思ったんだけど、よし、ステージ8はあれか、ボスをおさらいみたいな感じ。え、それ今までの中で一番やりやすいステージの可能性あるんだけど、私的にはだってどう考えてもボスより普通のところの方が大変だもん、あの棒とかが、あ、嘘、結構やばいやついた、1回だけ、あのこの2個前ぐらいのボスやばかったわ、なんかロボット吐き出すやつ、あいつ出てきたらやだな、よし、あいつ出てきたらやだけど出てくるよな多分。え、そんな全部の敵が出てくるかな、そんなことはないんだ、そのよりすぐりのやつらが出てくるだけ、竜とかさ、そんな全種類出てきたらちょっとめんどくさいもんね、めんどくさいのは私がめんどくさいだけなんだけど、え、全部出てくるのかな、あのやだな、ロボット吐き出すやつだけ出てきてほしくないな、危ない、ちょっともう親指が、親指が、私の親指がもげるのと、この竜が倒れるのとどっちが先か、あとちょっとですね、よし、これやばいな、ちょっと全部の敵出てくる疑惑だな、いやー、それはちょっといただけませんね、あのロボット出してくるやつだけめっちゃ嫌なんだよ私、ロボットかな、あいつだけ全然倒れないんだけど、どうした、よし、もう今もはや何体目の敵かとかもう記憶がないからね、私この2体の竜のやつめっちゃ倒しやすいから好き、敵として大好き、もういっぱい出てきてほしい、これホントにこれはもう余裕よ、こいつどこのボスだったっけもうそれさえわかんないもんね。え、今4体目ぐらいか。え、これ18、17個もボス倒すのちょっとめんどくさいな。
てかもう指が壊れるな私の。え本当に17人もいる敵。いやあとちょっとでこの竜はいけるな。え硬くないっていうか私の指がもう壊れ始めてる可能性あるわ。確実になんか発射のあれがスピードが落ちてるもんな。やばい。えなんでこんな硬いの。こいつラスボスだってくれ。むしろもう硬すぎる。こんな硬くなかったよね。しかもこんな移動しなかったよねこいつ。えラスボスに持ってくるには弱いよな。ちょっと親指がもう持たない。あれん当たってるよね確実にね。ラスボスか。いやラスボスにしてはいや多分私の親指が衰えてるだけだな。でもすごい移動すんのよこいつ。なんか危なっ。今確実に終わったと思ったわ。はぁ、あ、こんなやついたかなぁ。あんまり記憶にもないぐらいの人で出てきた。いたんだろうな、多分。全然この敵戦った記憶がないんだけどな、私。うん、戦ってるんだろうな。途中のステージのこととか忘れちゃったからな。え、今何匹目よ。若いじゃん。ちょっとじゃん、絶対。やったー。え？これ？クリアした。はぁ、あ、クリアしちゃった。私の、ちょっと待って、人差し指が曲がんない。PC エンジンのコントローラーを持った角度で固定されてる。やったー。夜中の3時に頑張った甲斐があり、PC エンジンスペーサリアクリアー。イエーイ。めちゃくちゃ嬉しい。はぁはぁはぁ。超嬉しい。もう、はぁ、指が痛い。いやー、素敵。なんて素敵なゲームなんだ。PC エンジン、スペースハリアーということで。はい。本日はね、いや、かっこいい。なにこれ、敵紹介してくれるの？トモス。あ、こんなのあったんだ。あ、こいつ。ちょっと嫌いだった。なんか、あれだね、片方の方がちょっとほっぺたでかいんだね。こんなんだったっけ？なんかもうちょっとかっこよかった気したけど。ああ、クラゲキノコ。こうやってあんま好きじゃなかったわ。はい。一瞬しかいなかったよね。この蝶みたいなやつね。あ、いたいた。これ敵認定していいの？ちょっと敵を振り返る回してるわ、今。あ、いた。これエイだと思ってた、これずっと。機械なんだね。え、もうちょっとちゃんとした名前つけてあげない？ジェット1とか言って。で、これジェット2でしょ？もう。かわいそう。あー、いましたね。この赤いのが嫌い。緑と青はまだ許せる。あ、ピーナッツ。ピーナッツ、一瞬だけ出てきたやつね。マンモスはこいつも一瞬だけ出てきたな。もっといっぱい出てくると思った、パッケージ的に。え、いた？この敵見てない。え、いた？この敵もちょっと私見てない。これはさっきの A と何が違うかわかんない。大きいやつかボスの。え、いた？この人いなかった。え？あ、これいた、これいた。囚われた人間。ありゃー。かっけー。めちゃくちゃかっこいい。アリアが、なんか、等間隔に立てられてる木の中を歩いている。え、すごーい。一応なんかエンディングだし見るか。すごいね。音楽かっこいいし。
この永遠に棒だけが変わってハニヤがひたすら走ってる後ろ画面っていうのもなかなか、この木嫌いやったわ。はあ、なんか松茸みたいなやつね、めちゃくちゃ邪魔だったわ。へえ、ちょっと気持ち悪くなってきちゃったちょっと画面によって気持ち悪くなってきちゃったこれちょっとね、ほんと酔いやすい方もいると思うんで、私みたいに 3D こんな夜中に集中してやったらダメだったかもしれないね。ただもうクリアできた喜びがすごいわ。もうなんか指がジンジンしてる、ずっと本当にいやー、ハリアーやったよ、やったよハリアー。ハリアーは何もね答えてくれないけど、名作。はあ、楽しかった。あ、まあ、これはじゃあちょっと、せっかくだから、刻んどくか。はい、ということで。はあ、スペースハリアー、PC エンジン、無事、まさかのクリアいたしました。やったー。私の親指と人差し指はもう右手も左手もバキバキですが、とても楽しいゲームでした。やっぱ名作ですね。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。